今日からは YouTuber、ガミタンのスクラです。今日は、サウスポー対オーソドックスの場合の、まあ、セオリーでは、相手の外を取れっていう、外、相手の足より外を落として、回る。回るっていうか、まあまあまあ、そこのポジションを取りながら、戦うのが、まあまあ、そう、いいと言われてるんですけど、まあ、なんで逆にじゃあそのポジション取ったらいいかっていうと、まあ、後ろ手が当たりやすい、ドーンドーンっていうのが、まあ、僕はその外を取る、まあ、理由の一つだと思ってるんですけど、まあ、僕が、まあ、今までやってきた中で結構内、相手の内に入って打つパンチ結構当たるんですよ。なんで、まあまあ、外取ることは大事ですけど、7外3ぐらいの、じゃ7外内3ぐらいの気持ちで、ちょっと試合じゃないですけど、その展開をしたら結構、まあ、相手も絶対、外、自分7外で自分のポジション取りに行くと思うんですよ。そこに力のパンチっていうのは結構有効になってくるんで、まあ、それはちょっと打ち方じゃないですけど、を説明したいと思います。お願いします。まあ、その、なんかね、まあ、用意、はい、試合始まります。で、結構、まあまあ、その、最初はジャブで、ポジションの取り合い、やったり始まると思うんですけど、まあ、その、さっき7外3打ちって言ったんですけど、その打ちのパンチでも、ジャブでも、結構、打ちに入りながら、こういう、そうですね、外を見せて、打ちっていう、結構、うちのジャブも結構、相手がしたら嫌じゃないですけど、まあまあ、じゃあ、こうやって外を外打たれて、打ちに入るっていうのは、結構、相手からしても、綺麗な、まあ、やりにくいと思うんですけど、僕が一番打ったパンチは、うちに入りながらのワンツーを結構、現役の時使ってて、そうですね、まあ、その打ち方は、まあ、自分も打ち取ってるし、相手も、じゃあ自分も外を取るし、相手も外を取ってるわけじゃないですか。しかし、こういう試合なら、そうですね、で相手が外でジャブ、外にジャブを打ってきたタイミングぐらいを狙って、内に入る、でそのまま、スーンを打つ。その時に、なんで、いいかっていうと、相手が外を取るタイミングで入ってる時、そうですね、まあ単独で打つから同時に打つ、まあ、ちょっと入り方なんですけど、まあ体をちょっと寝かしてその時にためを作る、でドーンツーを打つっていう感じで、まあ体重とかやってましたんですけど、その時なんで内に入ったらいいかっていうと、やっぱ内に入ったら、相手、こういう真正面になるんですよ、内が。横並びっていうか、まあ普通普段はこう構えるじゃないですか。なんでこう構えるかって半身で顔隠して、踏ん張りを利かすためなんですけど、そっちに入ったら、相手の足が真正面、横に揃ってる状態なんで、まあ、結構ここで僕がもらっても、まあ、リスクにはなると思うんですけど、まあ、もらったときはもらったときはしゃあないんで、それは。なんで、相手がこの足揃ってる状態で、ドン、押す。で、バランス崩れて、まあ、そんなにガスけど、そんなにガスけど、そうですよ。まあ、そうで、まあ、今みたいな感じで、結構バランス崩れることが多いんで、そっから、また打ち、外取る。っていう感じで、外打ちを使い分けたら、やっぱ、やってる方からしても、どっちが来んねえのとか、ジャブ一つに関しても、外見せて、打ち。入れたり、そして下のジャブボディでもこう外から打つんじゃなくて内に入りながら打ったりっていうのは結構、まあまあみんな外取れって言われるんですけど、はい、そうなのね、まあ僕の、そうですね、僕の感覚的には7外3打ちぐらいの気持ちでやってもらったら結構、そうですね、後ろの手も内からの後ろの手も当たりやすいんで、まあ、ぜひ試してもらったら
ただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんですよ。もうちょっとね、長い入り、まあ内からのジャブやったり、こういう、もうな、藤井さんが藤井さんが2世の内を狙ってんもんな、今のも逆に狙ってんすもんね。待て待て待て。